しんどいんですけど、それも楽しくなります。メープルサップって言います。国産のごくごく一部しか実は作られていません。最近作り出しているのはこの福島県震災の復興の過程の中で生まれたもの、エースとなるような商品開発をみんなにしてほしい。実現は難しそうだなと思いつつ作ってて、この実現性が判断できない、プロデューサーができなくてどうすんねんっていう話だ。実現できるかできませんかじゃないんだよ、実現させるかさせませんか。どこから考えたらいいかなこの事業は他の事業と決定的に違うことがある。消費者と社会から評価を受けるためにみんなやってるんだよ。売れスケジュールはやばい。そうだね、いくら忙しくても投げ出しはしないし、挑戦するから得るものがあるんじゃないかなって。